どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、こちらの SPG アメックスね、ありますよね。新規入会キャンペーンがね、今ね多くもらえるということで、結構ね発行された方もねいらっしゃるかなというふうに思いますし、またですね、もうね SPG アメックスクレジットカード自体ですね、手元にね届いた方もいらっしゃるかなというふうに思いますので、今回の動画ではですね、 SPG アメックスね発行した後にですねやること、またね注意点をですねまとめてねいきたいと思います。それではまずですね、ちょっとねこの一部の部分に関してはですね、確認を取りまして、別日に撮影させていただいておりますので、ちょっとね洋服が違うと思うんですけども、まずですね新規入会キャンペーンの特典のねおさらいなんですけども、SPG アメックスクレジットカードをね新規発行後ですね3ヶ月以内に10万円の決済で39,000ポイント、またね3ヶ月以内に30万円の決済で3万ポイントで、利用分をね入れると9000ポイントということで、合計ね7万5000ポイントね獲得することができますよね。でですね、この3ヶ月以内にね決済が必要になるわけなんですけども、この3ヶ月以内っていうカウントの開始日ですね、いつなのかっていう話なんですけども、こちらはですね審査日っていう風になってるんですよね。でご自身のですね審査日をどうやって確認するのかっていう話なんですけども、こちらはですね SPG アメックスのね裏面にあるアメリカンエクスプレスのデスクにね確認していただくかですね、もしねアメリカンエクスプレスの営業担当経由でですね入会されている方は、営業担当でもですねこちらお答えできるっていった形になりますので、もしね確認されたい方はこちらでね確認してください。でですね、SPG アメックスの新規入会キャンペーンがね開始になったのが2021年の5月の7日というふうになっておりますので、仮にですねこの5月の7日が審査日だった場合ですね、95日後ということで、だいたいね3ヶ月と5日を足すとですね8月12日ぐらいに、ね、なるかと思うんですけども、ではですね8月12日までに利用すればね OK なのかというと、それもねちょっとね注意が必要で、8月12日までにですねこのクレジットカード決済の明細にね乗らなかったら、こちらねカウントが入らないっていう風になりますんで、こうなってくるとですね8月12日までね利用すれば OK っていう風にはなりませんので、クレジットカード決済してですね明細に乗るのがですね基本的にね 2,3 日ねかかると思うんですけども、これがですねアメリカンエクスプレスの場合はですねなんとも言い難いところなんですよね。というのも、私がですねヒルトンアメックスをですね3月にね発行したわけなんですけども、まあこちらはですね新規のクレジットカードっていうこともねあったのも原因だったのかもしれないんですけども、利用してですね本当に1週間とか10日とかですね明細に乗ってこなかったんですよね。まあ、こういうことをね考えるとですね、大事をとってですね審査日が5月7日で、まあ、95日後がですね8月12日ぐらいっていう風になるわけなんですけども、個人的にはですね7月いっぱいぐらいにですね決済完了しておいた方がですね無難なのではないのかなって思います。それでは次に SPG アメックスクレジットカードね発行していただくと、口座振替のね用紙が同封ねされていると思うんですよね。私もね3月にヒルトアメックスのねクレジットカードを発行した際もですね同封されておりましたので、こちらはね変わってないと思うんですけども、こちら返送していただくと口座振替がですね完了するっていった形になりますので、月のね利用額が銀行口座からですね引き落としねされるっていった形になるわけなんですけども、こちらね初回の口座振替がですね間に合わないっていうことがですねとても多いんですよね。こちら間に合ってないとですね初回をね自分で振り込みがね必要っていう風になりますんで、クレジットカード到着後のですね初回の請求ですね、特にね注意していただきたいなっていう風に思うんですよね。クレジットカードの利用額のね明細をもらっている方はですね明細ね振込案内がね記載あると思いますし、アメリカンエクスプレスのですねマイページにログインすればですね見ることができますので、こちらね確実にチェックしていただきたいなっていうふうに思うんですよね。こちら間に合ってないとですね先ほど言った通り銀行振込になるわけなんですけども、これすらもですね気づかなかったらですね普通にねクレジットカードの支払額の遅延っていった形になりますので、クレヒスっていうね
信用情報にねダメージを受けてしまいますので、こうなってくるとですね、今後ね半年間とかねクレジットカード発行することがねできなくなるっていう風になりますので、本当にね注意してください。またですね、クレジットカードはね発行したけど口座振替のね用紙を返送し忘れてしまった方はですね、こちらのね SPG アメックスクレジットカードね手元に届いたらですね、アメリカンエクスプレスのマイページにねログインすると口座振り替えのね設定もすることができるっていった形になりますので、こちらもね覚えておいていただきたいなって思います。でですね、やり方についてなんですけども、ちょっとねここら辺に画面出しておきますけども、アメリカンエクスプレスのねマイページにログインするとですね、この画面にねなるわけなんですけども、上の方にですねトップご利用状況ポイント特典サービス登録情報の変更 IC カード他っていうのがねあると思うんですけども、登録情報をねクリックしていただきます。そうするとですね、こちらの画面に切り替えますので、下の方にねスクロールしていただくとですね、お支払い口座の設定確認っていうね項目があると思いますので、こちらをねクリックしていただきます。そうするとですね、こんな感じの画面になりまして、ちょっとですね私はもう支払い口座が設定されておりますので、実際の画面はねちょっと変わるかもしれないんですけども、こんな感じのですね画面になりますので、右下の方にですねアイコン出ていると思うんですけども、設定口座の変更ということで、まあこちらをねクリックしていただいてですね、口座設定ねしていただきたいなって思います。またですね、アメリカンエクスプレスの営業担当経由でね発行された方はですね、紙でね申し込みをされて一緒にね口座振替のね用紙を返送されている方はですね、こちらね同時申し込みっていう風になりますので、こちら間に合わないっていうことはですねおそらくないかなっていう風に思いますので、私もね3月にヒルトンアメックスね発行した際もですね、記載した時にこの口座振替のね用紙を返送させていただいて、初回の請求ですね口座振替ね間に合ったっていう風になりますので、おそらく大丈夫だと思うんですけども、これもですね間違っていると結構大変っていう風になりますので、もしね心配な方はですねアメックスのね営業担当の方のね連絡先分かると思いますので、そちら聞いていただくかですね、アメリカンエクスプレスのねデスクに連絡していただければなって思います。それでは次にですね、 SPG アメックスね発行するとしばらく経つとですね、こんなメールがね届くんですよね。まあこちらのね内容はですね、ウェルカムトゥアメックスということで、ご入会ありがとうございますということで記載があると思うんですけども、こちらねカード用暗証番号の設定とですね引き落とし口座の設定、まあこちらね先ほど話させていただいたので、まあ2番目はねいいと思うんですけども、このカード用暗証番号の設定ですね、こちらもね確実にね行っていただきたいなっていうふうに思っておりまして、こちらねカード用暗証番号ですね設定ねしといていただかないとですね、お店でねサインが必要っていうふうになっちゃうんですよね。クレジットカードね利用できないわけではないんですけども、かなりね手間が増えるっていうふうになりますので、クレジットカードですね到着しましたらですねすぐにね設定しておきましょう。またですね、こちらのメール自体は結構ね入会してからすぐ届くんですけども、こちらねアメリカンエクスプレスの画面にねログインしなきゃいけないので、クレジットカードが届いてからじゃないとですね設定することができないっていった形になりますので、この点もね覚えておいてください。それでは次にですね、これから話すことはね絶対やっといてくださいっていう話ではないんですけども、今回ですね SPG アメックスのね新規入会キャンペーンで合計ね7万5000ポイントがもらえるということで、3ヶ月以内にですねこちら決済しないとこの7万5000ポイントっていうのはもらえないわけなんですけども、マリオットボンボンホテルにはですねポイントアドバンスっていうね制度があるんですよね。まあ、これね何なのかっていう話なんですけども、ポイントがなくてもですね宿泊予約をね入れることができる制度なんですよね。まあポイントの前借りみたいなね制度なわけなんですけども、到着のですね14日前までにこの必要ポイントを
獲得しておけばですね、このポイントがない状態で予約した分もですね、そのままね利用することができるっていった形になってるんですよね。この制度ね、非常にいい制度だなというふうに思っておりまして、利用方法はですね、マリオットボンボイにねログインしていただいて、ホテル名等々入れていただいてですね、ポイント予約をね入れるだけで、このポイントアドバンスっていうのをですね利用することができるっていった形になっておりますんで、 SPG アメックスね発行されて、もうね泊まりたいホテルある方はですね予約してもね OK っていった形になるんですよね。ですので SPG アメックスね発行されて、もうね泊まりたいホテルが決まっていてですね、できれば予約入れたいっていう方はですね、到着のね14日前までにポイントはね用意しなきゃいけないので、それは計算していただきたいんですけども、予約してもね OK っていった形になるんですよね。またですね、このポイントアドバンスの制度にはですね注意点がねありまして、まずね変更することができないんですよね。またですね、この到着の14日前までにポイントがね用意されていれば、そのままね利用することができるわけなんですけども、予約してた時の必要ポイントよりポイントがアップしてた場合ですね、こちらね追加のポイントが必要っていう風になりますので、このポイントアドバンスっていうのはですね、あくまでね仮予約っていう風になりますんで、無料宿泊をね入れた時にオフピークのね必要ポイントだったとしますよね。でそれで予約確定日にですね、スタンダードの必要ポイント数にポイントがアップしてたらですね、スタンダードでのポイントがね必要っていった形になりますんで、この点もね覚えておいてください。もう一つね注意しておいていただきたいのは、キャンセル規定ですね。こちらね確実にチェックしていただいてですね、ポイントアドバンスでね予約入れたけど、やっぱりね予約取り消したいっていう時にですね、まあキャンセル料ねポイント宿泊なので、まあ基本的にはね大丈夫かと思うんですけども、まあ一応ねキャンセル規定っていうのはですね、確実にチェックしていただいてですね利用ねしていただきたいなって思っております。いかがだったでしょうか。今回ですね、SPG アメックスの発行後にやることとですね、注意点をまとめて解説させていただいたわけなんですけども、ポイントアドバンスに関してはですね、泊まりたいホテルがねある方に関しては、もうね予約入れていただいてですね、楽しみにねしていただければなというふうに思うわけなんですけども、クレジットカード発行後にねやることに関してはですね、こちらね忘れてしまうとですね、後々ね面倒なことにもねなりかねないかなっていうふうに思いますので、じゃあね十分注意していただいてですね利用ねしていただければなというふうに思っております。今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方は、いいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますので、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マイルットモデル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。